さっきの恋山形駅をね後にして、今白戸神社というところに、来ました。っていうかもう行った後なんですけど、白いうさぎというふうに書いて、白戸神社というふうに言います。でここはなんか稲葉の白うさぎっていうあの神話があるんですけど、それの発祥の地みたいな感じになってました。稲葉の白うさぎっていうのはこの左側のうさぎが狐に騙されて、そのボロボロになった肌を海で洗ったら綺麗になるよって言われて海で洗って、めちゃ染みて痛くて、でこの、あの王子様が綺麗な水で洗った方がいいよって言って肌が治ったっていう話があるんですけど、でそのお礼にこの王子様にきっといい人が現れるよっていうことで、言って、まあ最終的にあのお妃様と巡り合って結ばれたっていう話です。ではお参りに行きたいと思います。まず入り口ですね。入りました。うさぎの置物がいっぱいありました。石で作ってあるんですけど、これですね。周りに白い石がいっぱい置かれてました。そして、階段を上っていきますが、途中のところにも一つずつうさぎがいました。このうさぎの形が一個ずつ違うので、見てて面白かったです。ここにもね、丸いうさぎがいました。ぷっくりしてて可愛かったです。そして少し歩くと境内の方にやってきました。左側に社務所があって、そこでうさぎのお守りなどが売ってありました。これハート型になってますね。なんと入り口のアルコールのところがうさぎの形で可愛かったです。そしてお土産屋さんのところには本当の白いうさぎがいました。はい。で、今から向かっているのは、鳥取といえばなんですけど、鳥取砂丘に向かいたいと思います。鳥取砂丘は、まあ、大阪から近いんだけど、私は一回も行ったことなくて初めてになります。砂丘やけどまあまあ広いと思いますし、まあ砂漠に似てるのかなっていうふうに思ってます。なんかイメージがつかないんですけど、はい。砂漠といえば、まあ私は砂漠に行きたいなって昔から思ってて、今初めて砂漠に行ったのはエジプトだったんですけど、エジプトは街の中に普通に砂漠が現れるので、そんなに砂漠っていう感じじゃなくて、まあちょっと小さな砂漠みたいな感じなんですね。そして本当のサハラ砂漠を見てみたいと思って、チュニジアに行きました。と今はチュニジアは、少しなんか治安が悪い時とかもあったりして、なんかアラブの春でしたっけ、独立運動みたいなのがあったり、あと日本人が襲撃された
観光客が襲われた事件とかがあって、あんまり行かない人もいるかもしれないんですけど、私はその前にまだ安全っていうふうに言われてた時に行きました。で、チュニジアの首都はチュニスっていうところなんですけど、あのサハラ砂漠はめちゃもっとあの南の方にあるので、そこからバスとか乗り継いで、行った記憶があります。昔はね、地球の歩き方の掲示板があって、あのネットの掲示板なんですけど、今もまあ、あると思うんですけど、結構あの旅仲間募集とかで、私はその一緒に行く、日本から一緒に行くってことはしなかったんですけど、現地の観光とかで、あの一人やったらツアー入れないやつとかもあったので、そういうので一緒に行きませんかとかいう募集をかけたりしてました。でチュニジアの方もそれで、現地の砂漠ツアーみたいなのに一緒に行きませんかっていう風に声をかけて、まあ、集まったらちょうど女子が4人ぐらいだったんですけど、それでみんなで、ツアーに入って行ったのを覚えてます。ラクダに乗りたくてラクダに乗るのもやったし、あとなんかスターウォーズかなんかの映画のなんか撮影地じゃないんだけど、何なんだろう、そういうところモチーフになったところか撮影地かちょっとわからないんですけどに、行った記憶もあります。なんかその女の子4人集まったんですけど、そのうちの1人がなんかスターウォーズの出てくるヨーダかなんか忘れましたけど、いやヨーダじゃないかもしれないですけど、なんかそれのなんかキャラクターのやつの紛争みたいな服を買ってはりましたね。すごく昔の思い出なんですけど、楽しかったです。初めて砂漠に行けたっていうことが、むちゃくちゃ楽しかった思い出があります。チュニジアの砂漠に行った後は、あと砂漠といえばどこに行ったやろ、まあモロッコも行ったから、その時もちょっと砂漠が 見えましたね、はい。結構ね、あの中東が好きなんですけど、まあ、最近行けてないから次はイスラエルに行ってみたいなっていう風に思ってます。こう日本海が見えてきました。日本海まで来たらなんか結構遠くに来たなっていう風に思いますね。突然昼食の場所なんですけど、調べていって、ここのお刺身定食が安くて量もあったのでこれにしました。これで970円とかだったと思います。めちゃくちゃ量が多くて美味しかったです。もう少しで鳥取砂丘に到着します。あ、なんか日本海があって砂丘があるということで、どんな景色なのかなと思って、見渡す限りの砂です。奥の方にちっちゃい黒い粒は全部人間です。すっごい広いです。思ってたより広い。ラクダに乗るコーナーもありました。そして坂みたいなところで子供たちがね、あの滑ってました。あの上まで登っていきます。途中
水たまりみたいなのがありました。そして上まで来ました。どっから来たかというと、あっちの方です。今日のお宿は豊岡市まで行きまして、豊岡グリーンホテルモーリス、1泊朝食付きで6000円です。そしてなんと大浴場もあります。ここはね、すごくビジネスホテルなんですけど、良かったです。おすすめです。こうやってね、ドリンクも勝手に飲むことができました。各フロアには枕とか加湿器とかズボンプレッサーとか勝手に持っていけます。そして食べ物もね、すごく安くていろいろセットがありました。あとお子様とか女性用にいろいろ貸し出しグッズがあって、フロントで言いにくいんですけども、これカードを持って行って渡すだけなので、とても言いやすかったです。おすすめです。ということで、今日は鳥取砂丘をメインにお伝えしました。なかなか動画が更新するの遅れてたんですけど、また次すぐ頑張りたいと思います。